株式会社もち吉は、福岡県の直方市下境2400番地に本社を置く、米菓の製造、販売を行っている食品会社。新潟県以外では最大の米菓メーカーである。全国各地に直営店舗を有するほか、通信販売により直販を行っている。売上高は、亀田製菓、みゆき製菓、岩塚製菓に次いで、米菓業界第4位で、せんべい、あられの原料である米には、こだわりがあり、米菓大手の中で、全商品に国産米を 100% 使用している企業は、もち吉のほか、岩塚製菓、丸彦製菓の3社のみとなっている。もち吉の製造部門である、森田あられは、かつては、エクボの森田のブランド名により、西日本を中心に小売店向けの販売を行っていた。サラダ一番は看板商品となり、CM に萩本欽一が出演していた。力水の名称でミネラルウォーターも販売しており、大相撲本場所で使用される力水は、もち吉が1992年春場所から無償で提供している。本社工場そばの福岡県道22号田川直方。バイパス沿いには、直方本店、餅のお祭り本舗のほか、豆腐販売所、製造工程見学場、せんべいのアウトレットなど、関連施設による店舗群、餅団子村がある。過去には、せんべいの詰め放題や、パン販売店も存在した。公式サイト等をはじめとする本社の住所表記は、本来の番地である、福岡県直方市下境2400番地の後に、地もち米もち団子村もちの神社前をつけている。これは販売戦略のために考案されたもので正式な住所ではないが、地もち米という地名は実際にあった。もちの神社はもち吉が建立した神社で、もち団子村内にある。AB 会社概要2020年6月28日、閲覧。2019年3月期決算説明会2020年6月29日、閲覧。2019年度決算説明資料2020年7月7日、閲覧会社案内2020年7月7日、閲覧相撲愛では口から水。ありがとうございます。